100年前に私たちのおじいちゃんおばあちゃんが、人種差別やめようって大きな声を世界で初めて上げました。それから今100年の年が経ってます。その優しさというか強い勇気というか、私はその愛を優しさを伝えたいと思って、次の曲できましたので、愛という曲をオリジナル曲聴いてください。